ちは。こんにちは。よろしくお願いします。やっぱりショートより一番美しく着るための服装っていうのを佐々木さんが教わりまして、なるほど、白いバッグに、はい、白バッグ、もうこう着た時にもうシルエットめっちゃ綺麗に見えるしみたいな、これけどショートあるあるなんですよ、結構皆さんショートの方は席っすね、めっちゃ席もいいっすね、これがいいっすね、音楽室になってます。今はちょっと撮影で使ってるんですけど、すごすぎ。てか、ここめっちゃ光入りますね。撮影するときすごい光が入るね。あ、有名な壁ですね。ここはディズニーの職人さんの手作りなんですよ、これ。これ一個一個。マジですか？はい。え、すごい。カラーを作るとこもお客さんに楽しんでもらおうっていうところから。で、カラー材とかも全部ここの中に入ってるんですよ。棚がないんですよね。そうなんですよ。で、ここで作って、こうやりながら、みんなお客さん進み具合見て、はい、見ながら先輩の顔色見てこうなってたらなんか渋滞とかなさそうですね。そうですね、一応もうこうで向こうから回ってあっちからも出れるっていう感じ、すごい、ここぐるっと回れるようになってるんで、それはじゃあ早速ですが、山田さん3人を見せていただきますか。はい、こちらになります。めっちゃかっこいいですね。ありがとうございます。これとこれが最初からもいろいろハサミは変えてて、この2つだけは唯一デビューしてからずっと使ってる感じですね。あとはもうここら辺はめちゃめちゃ変わってます。これはここまでが全部トラックスですね。はい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 、はい、でここはジョエルアフロートバージョンのやつですね。いくらぐらいするんですか。ね、10万ちょいぐらい。基本はもうベースは全部レザーで切っちゃって、ドライとかではハサミでやっていくっていうスタイルで、今ちょっと自分のオリジナルカットっていう形で差し入れになりますね。実はこれ同じハサミなんですよ。え、そうなんですか。そう、これ同じハサミなんですけど切れ味が違うんですよ、はい、わざとそうしてて、面白いですね。まあ、前髪とかこうスライドカットとかするときは切れすぎると、はい、やっぱラインが硬くなるので、はい、切れないっていうか滑りやすいようにやってもらってます。だからハサミ自体は同じなんですけど、はい、使う工程は全く違います。ウェットの時はこの切れるハサミで切って、実はここに色を変えてるんですよ。ダイヤを入れてて、上から撮る時に全部色が分かるように全部実はハサミのここに入ってます。全部ちょっと色が微妙に変わってるので、はい、上から見ると全部ちゃんと色で違うので。それは誰かからもらったアイデアとかではなくて、ハサミ屋さんのアイデアですね。ハサミ屋さんのアイデア。じゃあ、はい、石ここつけますかって言われたんで、あ、すごい、じゃあお願いします。気づきますね。わりかし滑る方がこっち。そうですね、前髪とか顔周りであったり繊細な部分、はい、スライドしたりだとかっていうのはこういうの使って、もうデザインできていく、はい、ウェットカットの時とかはこれですね、はい。まあ、ハサミは同じなんですけど僕の中ではもう全然違う別のハサミ、いろいろ試したんですけど結局このハサミがすごい良かったので、はい、もう全部1本でやって、セニングはいろいろ使う、セニングだけはすごい変えてますね。どういうタイミングで変えていくんですか。基本は 28% ぐらいの使ってて、はい、これだから 40% ぐらいいきます。かなりいきます。だからこれで前髪切ったり刈り上げもできるぐらい落ちるやつです。これを入れる角度によって癖毛の方とか癖がまとまりやすく落ちてくれるセニングです、はい。このアフロートのやつはこれ先と後ろがちょっとパーセンテージが違ってて、まあ扱いやすいのでこれも使ったりしますね、はい。まあ、髪質に合わせてちょっとセニングは入れる瞬間にこう、なんですかね、帰ってくる、はい、帰ってきたりする、はい、それによってちょっとセニングは入れ方を変えて、もう基本はこの 28% ぐらいのやつで、なるほど、ウェットドライ前髪この辺でいきますね。それさあ特注とかではなくて、そうですね、ただもうひたすらむちゃむちゃ僕は変えます。なので、はい、変え場をめちゃめちゃ常に、はい、なるほど、1人切ったら変えるぐらいの勢いですね。もう前頭レザーでそのバッサリいく人とかだったらもう1枚2枚歯を変えてなくてやられて痛いとか、それが原因なんで、なんか自分の特徴を作りたいなと思ったんですよね。それでショート上手い人もいっぱいいるし、自分のカットって何なんだろうって思った時に、アフロートでレザーっていうカリキュラム自体ないんですけど、岩さんっていう方がいて、その方の見て自分で独学でやったら逆に言うと唯一になるんじゃないかなと思ったんで、メインはもうこの 28% ぐらいのやつで、はい、
これはそのちょっと逃げるハサミですね。それでちょっと深めのチョップで軽くしていってるようなイメージですね。でも柔らかさも出せる。そうですね。もうドライの時はこうレザーでなんとなくこうバラバラになっているので、そこをまあ量感見ながらちょっと調節していくっていう感じですね。微妙な質感のこう、そうですね、その辺をちょっと見ながらレザーでやっていきながら、まあ本当に重いところはセリング使ってっていう感じ。もう大体レザーでやると毛先かなり軽くなるので、最後もう一回こういうチョッキングでなじましていくっていう感じですかね。ここに上がる逃げる方の柔らかく切れる方の、それでこう丸みを、柔らかい丸みっていうのを出していきます。毛量が多い方はこれでまたセニングを使いながら、やっぱり時間も早くなったし、ハサミのそうですね、もう質感調整っていう意味で僕は基本的にはハサミを使っていってる感じですね。僕ハサミで早く切れなかったので、でインスタグラムで飾ってお客様はめちゃくちゃ来て、バッサリ切りたいし、めちゃくちゃ来たんですよ。これもう一生終わんないなと思って、それでもうレザーやべえみたいな。これにつけてるの、あ、これだから、こっから取るよりここの方が早いんで、もうすぐにもうこうこれでいけるんで、まあ速さにこだわって、僕は使いますね。使うんですけど、レザーでやるときはもうほぼほぼバーって切っていっちゃうんで、結構使えますね。